皆さんどうも、神田直樹です。引き続き箱根から、箱根のガリラヤ湖と言われるような芦ノ湖に来ております。箱根のガリラヤ湖というのが適切かどうかわかりませんが、イスラエルには代表的な湖としてガリラヤ湖と、そして死海がありました。でガリラヤ湖においては、よくイエス様が宣教の拠点として、そしてですね、普段穏やかなんですけれど、すり鉢状になっている風が吹き込んで吹き下ろすとですね、嵐がやってくるっていうね、もう本当に不思議な、普段静かなのにね。ある日イエス様はボートに乗って12人の弟子たちと向こう岸へ渡ろう、そう言って一緒にボートに乗り込みます。しかしですね、途中弟子たちは誰が一番偉いんだろうか、俺じゃねえか、お前じゃねえか、いやいや俺だよ、そういうことを言い合って、イエス様そっちのけで盛り上がっていると、イエス様お疲れになったこともあるんでしょう、友の方を枕にしてお休みになる。イエス様が眠られると嵐が起こってきた、先ほどの風が地中海の方から吹き込んできて、そして止まる。もう時に何メートルものね、津波のような波が押し寄せてくる。溺れそうになった。助けてください、助けてください。慌ててイエス様を起こします。そうするとですね、イエス様が怒るとね、不信仰なものだ、そう言われてね。でイエス様が起きたら波を沈められた。これなんですね、私たちの人生の中でガリラヤ湖の嵐のように、私たちのハートの中のガリラヤ湖が嵐になる。いろんな問題が起こる、そういう時にどうしたらいいでしょうか。イエス様を起こして祈って、助けてください、私を呼べ、そうすればあなたに答えようって言われる神を呼び求め、そしてあなたのハートのガリラヤ湖を沈め、そしてあなたの環境のガリラヤ湖の嵐を沈めてもらいましょう。今日ガリラヤ湖の、いや芦ノ湖の水は穏やかです。私のハートもそうです。今日あなたのハートも穏やかでしょうか。イエス様が共にいるならば大丈夫。イエス様は約束されます。見よ、私は世の終わりまでいつもあなたと共にいる。恐れるな、私はあなたと共にいる、大丈夫だ。皆さん、そう言ってくださるイエス様を眠らせることがないように、イエス様そっちのけでね、世の中のことばっか、イエス様を無視して、イエス様の入る場所がないとイエス様眠ってしまうかのように、そのような状態に追いやると問題が途端に起こります。でもそんな時、悔い改めイエス様を起こして、そして解決してもらおうじゃないでしょうか。今日あなたに問題があったり、苦しみや悲しみや怒りやどうしようもない、そういう問題があったならば、どうぞイエス様を呼び求め、起きていただいて解決していただこうじゃないでしょうか。今日あなたにその解決してくださる救い主インマヌエル、イエスキリストが共にいることを聖書を通して約束したいと思います。さあ、あなたにこのメッセージを送って、どうぞイエス様と一緒に素敵な時間をお過ごしになってくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。それではまたね。